ガレージ2等から BLR34 のスカイライン GTR ガレージ2等からドライバーはイーリー・ヒロイン選手もスーパー耐久シリーズ ST4 クラスでエントリーしてます。 SKR のチームからエントリーがありました。以前はイーリー選手はスーパー GT300 クラスでチャンピオン経験もあるドライバーですよね。そんな選手も今回登場しています。そしてカナンバーは74モアドライブからモアドライブ FE27 ドライバーは石井正明選手です。そして先ほどから最後グイグイと飛ばしていっているのがカナンバーは75ミッドロードチームから FD3S の RX7 ドライバーは小海隆史選手。まあ普段はレースであるとかそういった大会であるとかには出ていないんですが、自分でフリー走行でタイムを決めていっているそんな状況になりましたが、朝から本当にすごいですよね。この朝から東京また引き分けが行われている時間はまだまだ寒い路面状態も低い中、
タイヤも消えているセダン、1時45分からスタートしました。水道の中でもポンと出てきて、もう1時間後半から水は今上で1番まで上げていただきたいと思います。Gracias.